2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩尾先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。それではね、半間岩尾先生の素晴らしいインジケーターの紹介です。今日はとてもいい成績で、ございましてね、もう1万8000円ずつ投資して、シグナル通りに投資しまして1万8000円以上の利益となりました。月、火、水、木とも、全部今週は勝ち越しております。今日の成績は朝からの成績です。このように4台のコンピューターパソコンで試験をしております。これは5分の試験ですね。バイナリーオプション、こちらは15分の新しい短期の取引の試験です。今日の成績ですね、18,800円となってます。これで今投資しておりますので、これで勝れそうですね。今いいところですね。下に行ってれば勝ちで、今日の成績は2万円の利益となります。1000円ずつ投資しておりますから、ね、でデモで分析しておりますから5000円引くことになりまして、これで勝てば2万円だから1万5000円ですね。10万ずつ投資してますと1日で150万の利益ですね。1日で10万ずつ投資してて150万円の利益です。半間岩尾先生の開発しているインジケーターです。下のリンク先からいろんな携帯のインジケーターを販売してますから、安く販売してますからご利用ください。同じ系列のものでございますけれどね、設定値などは秘密となってます。このように1日で、1万8800円の利益ですね。10万ずつ投資したらね、150万の1日の日当となります。実際にデモトレードしてまして、このような成績となってます。これはシグナル通り、設定だけうまく合わせてシグナル通りに投資しているものです。全く同じインジケーターではありませんけれどもね、今公開しているのと違いますけど、だいたい似たよったりの系統でなってます。でですね、月曜日、火曜日、今日はこうですね、今日はこういう日にちとなってまして、木曜日ですね、木曜日の もうすぐ7時になる、6時半過ぎですね、今ね、4日です。10月4日2018年となってますね。でですね、このようにいい成績で勝ち越しております。私の方も早くライブ投資をしたいですけどね、まだまだ今週来週もまだ必要かと思います。試験がね、月曜日も勝ちました、火曜日も勝ちました、水曜日も勝ちました、木曜日も勝ちました。月曜日は圧勝しまして、火曜日水曜日とチャラになり、また戻ってますね。それでまた戻って、それでまた現在木曜日というような感じですね。月曜火曜日で2万ぐらい利益を取って落としましたね。でタイぐらいになって、水曜日頃タイぐらいになったぐらいですかね、ちょっと利益が。で
木曜日またゼロから始めて1万1800円の利益ですね。これの勝負は勝ちそうですね。もうね、下ですから、だいぶ下に落ちてるから上に上がることは可能性にしてはありますけど、まあなかなかの勝負でね、勝ち越してるというわけですね。このようにね、私の方もこのままこんな感じでいけばもう本当にいいなという感じでね、また来週いっぱい、再来週か、様子が分かりません。ライブ投資してみないとね。でもではこのようにシグナル通り通したらこういうふうに勝ててるなということで見てますけども、意外と際どいんですね。利益がね、2万ぐらいなと思ったと思ったら急にね、ゼロになっちゃってるし、でまた戻していることが何回もあります。それでね、非常に怖いなということですね。月曜日はね、今週も良かったんだけど、1万5000ぐらいまで上がってね、先々週も同じだったんですね。月曜日良かったんですよ。で、火曜日になったらチャラになっちゃいましてね。そんなような、先々週はそうだったんですね。で、また調整して、改良して、調整してね、行ってますけれども、火曜日は同じようにチャラ近くなりましたね。まあ、それでまた戻してるんですけどね。で、利益が上がって、それで次に、またやってチャラぐらいで、で木曜日またゼロから始めてまたプラスということでね、どんぐらいかな、3万ぐらい稼いでんじゃないですかね、先日通して。だから3万だから10万ずつ通して300万とね、まあ 5万ずつぐらいで通して150万5万ですからね、結構